こんにちは、速稼塾の久保です。まあ40過ぎたら太りますよってね、まさに私はその例に漏れず太った方なんですけども、まあでもね、同時に痩せる術も身につけているということがあります。まあお金をね、稼ぐ手段はいろいろあるんですけども、やっぱり稼ぐ人ってお金のスキルが高いわけですよ。使う方でも節約する方でも、まあ、ですんでちょっとね、悪い言い方になるかもしれませんけども、月収で20万30万の人が月収100万200万の人のお金を心配しなくて大丈夫です。それはね、中には破綻する人もいると思いますけども、それはね、中にはなんですよ。圧倒的に確率が高いのはお金がないところからの破綻なんですよね。お金があるところからの破綻っていうのは、実はね、瞬間的にするかもしれないけど、結局復活する例の方が多いわけですよね。まあ、ですんで、宝くじで急にお金持ちになっちゃった、当たってね、そういう人は本当例外中の例外なんですよ。あとビジネスでしっかりとお金を稼いできた人とか、信用を構築してお金を集めてきた人って、じゃあいきなりね、その信用がなくなっちゃいますかってことなんですよね。それは本当にね、詐欺でも働いて信用を一気に失ったりとか、賠償事件に発展したりとかしてお金をもぎ取られたりとかね、それから税金を騙しくらかして払ってなかったりとかして、追徴課税行かれたりとか、そういうふうな、なんかこうずるいことをしない限りは、まっとうにコツコツ積み重ねていったらね、それはなかなか崩れないと思うんですよね。まあ、ですんで本当に忠告はありがたいんですよ。忠告ありがたい。久保さん、そんなにお金使っちゃって大丈夫ですかみたいなね、将来のために残してるんですか。それはね、きちんと10年後から使うお金とか、20年後に使うお金、30年後から使うお金、ちゃんとね分けてやってますからね。それからやっぱりね、こういう思考っていうのは、いろんな歴史的な事実とか、歴史上の失敗した例っていうのをたくさん学んできてるからなんですよね。学校の歴史の勉強でもやっていると思いますけども、どんなにね、清流を誇った国でも人でも王様でも、必ず滅びる時が来るんですよ。で、滅びる時の原因っていうのはほとんど一緒ですね。情報不足とか油断とかね、思い込みとか、本当に単純な例なんですよ。それから昔から繰り返されてるんですよね。女性関係でトラブルとかね、それからお酒でもうやられちゃうとかで、スパイに足元すくわれるとかね、結局そういうことなんですよ。じゃあ一つずつ紐解いていきますけども、スパイに足元すくわれないために何をすればいいか、それはね、組織にならないことなんですよ。一人でやることなんですよ。誰とも組まないことなんですよ。そしたらスパイの入りようはないですよね。自分で生産から販売まで、そして現金回収まで行って、誰の手も委ねなければ引っかかることがないんですよね。だからすごくリスクヘッジなのは組織でやらないことです。自分の会社に他社を招き入れて社員として権利を与えるって、こんな危ないことないわけですよ。会社の資産を入れている金庫の鍵とかを預けちゃったりとか、会社の個人情報を共有したりするわけでしょ。個人情報を申し出されてライバル会社作られたら終わりじゃないですか。あと飲食店もね、従業員に飲食店のレシピを公開して作らせるっていうのがどんだけね、もったいないことかですよ。そいつが辞めて同じ店やったら終わりじゃないですか、ね、だからライバルをね、増やしてるわけなんですよ、そういう意味で言うと。だから失敗しないためには、スパイを身内に入れないためには、誰も雇わないこと、誰とも組まないことが一番なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それからね、お酒で失敗する例もありますけども、そもそも飲まなければいいんですよね。お酒以上に美味しいものを見つけたりとかね、お酒を飲まないような趣味を持ったり、例えば四六時中運転するのが、そういうね、機会を残しておくとかね。そしたらどの瞬間もお酒飲まないみたいになるでしょ。24時間お酒飲まない。なぜなら、いつ運転ハンドル握るか分かんないからっていう状況に入れておけばいいわけですよ。だからね、車が趣味っていうのは案外ね、お酒飲まないことのリズヘッジになるなと思うんですよ。もちろん車もやるし、わきまえてお酒も飲むっていうのはね、もっといいかもしれませんけどね。それから女性で失敗する例ってあるでしょ、やっぱり権力を握ったりとか、ある程度お金とか時間の自由が手に入ると、それはモテるようになるわけですよ。それこそね、お客さんとの信頼関係を構築してお金いただくってことは、完全に女性を口説いてね、女性から告白されるとか、そういうふうなタイミングがすごく増えるってことなんですよね。だからそもそも女性と会わなければいいんですよね、最初から。特に二人っきりで、どんな理由をつけても会わないそしたらもう完全に OK じゃないですか、あとはね、やっぱりこう自分の好きな人を一人決めて、その人とばっかり一緒にいるようにしたらいいと思いますよ、で、なんかいろいろとね、なんか同じ人と付き合ってたら飽きるみたいなことを言う人がいますけども、それは飽きない工夫を、ね、することだと思うんですよ。まさにビジネスをやってる人って飽きないようにするのがね、得意なんで飽きないって言うでしょ。だからね、一人の人との過ごし方や楽しみ方もきちんと深掘りしていけるんじゃないかなと思うんですよ。
まあ、いろんなエピソードを作りながら、そのエピソードにね、お互いに感動したりとかね、いろんな違った意見に興味を持ったりとかいうのがいいんじゃないですかね。まあ、女性で失敗する例はね、非常に多いですね。浮ついてちゃダメですよ。ビジネスもやっぱり人間関係も浮気をしない方がいいかなと思いますし、もったいないなと思いますね、そういう時間がね。足元救われるっていうのはまさにそういうことかなと。女性で失敗する例っていうのは、だから女性とスパイが組み合わさった例っていうのがありますよね。おそらくそっちの方ですよね。王様がいろんな女性と同時に付き合ってても、それは別に家来とかね、国民から責められることにはならないんですよ。英雄よく色を好むみたいな言葉で終わりなんですよ。でもその付き合ってた女性の中にスパイがいた場合、敵側のスパイがいた場合、厄介ですよ。毒を盛られたりとかね、策謀をかまされたりとかするわけですから。だからそういうところは気をつけないといけないかなと思いますね。まあどっちにしても一人でビジネスをすること、それから車を趣味にすること、この2つを持っているとむちゃくちゃ安心なんじゃないかなと。でしかも私に至っては車ほとんど乗らないみたいなね、ただ置いてるだけみたいな。車検3ヶ月ですよ、トランザム。3ヶ月車検、保険代がただ払いですよ。止めとけばよかった。何なんでしょうねこれはね。車検に100万ちょっとかかって3ヶ月だから1年の4分の1をそのね修理工のところに預けといて、でしかもそこでね展示してもらってるんですよ、お客さんのディスプレイ用に。デモカーですからね、まあそれもなかなかいいかなと。一人でも多くの方に触れてもらってね、乗ってもらって、それからピカピカになった状態で帰ってくればいいな、ナイト2000みたいに思ってますね、はい、ということでタイトルはなんかいきなり出てきたタイトル、ナイト2000にしときましょうか。いやちょっとおかしいな、ナイト2000じゃね、まあ失敗の原因を潰せぐらいにしときましょうか。ありきたりかな。まあいいでしょ。いってらっしゃい。